もうすっかり秋だぜ。ふっふっふ、またやってんだかぜ。どういうなのー。ものがあーたーって。何するのぜ。すごい、すごい、玉が出るようになったよ。全然すごくないのぜ。そんなもん人に向けて撃つんじゃねえぜ。ごめんなさい、けど。けどなんだぜ。マリサも喜ぶかと思って。お前なんか歪んでるのぜ。それよりなんでまたコブラの真似してるんだぜ。よくぞ聞いてくれたマリサ。そりゃ劇場版をやったらテレビシリーズもやらないとでしょ。まあ確かにそれはあるな。若干の違いはあるけど原作に沿ったストーリーに、コブラをはじめとし劇場版で登場したキャラの声優の一部も変わり、ほとんどが本職の方々で固められてたのが特徴。コブラにクリスタルボーイと、看板キャラがまた違った味わいになってたしな。作品の世界観や、コブラという一風変わったキャラの魅力に、クールビューティーとも言えるレディーの雰囲気などそのままに、地上波ということで寺沢先生特有の、セクシーな要素などは若干マイルドになったけど、そう言われればだったのぜ。劇場版のベースとなったストーリーや、コブラがコブラとなる始まりの話など、コブラはコブラだぜ。まあまあ、濃密で幅広い話が描かれ、視聴者の裾野が広がったとも言える、見応えのあった作品。当時のテレビの影響力は強かったしな。それじゃ今回は劇場版の後に放送され、寺沢武一先生の代表作コブラ原作の流れを組んだ、スペースオペラの傑作、スペースコブラを紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。舞台や背景など前回紹介した劇場版とほぼ同じで、個人での構成間移動が当たり前なほど宇宙が身近な遠い未来、様々な星に生活圏が形成され、都市やリゾートの星、刑務所の星など様々な特色のある惑星が存在し、地球人型生命体以外にもほんと様々な異星人が共存してて、まさに宇宙時代といった様相。宇宙のあちこちへ飛び回る、壮大なスペースオペラ作品だったしな。遥か先の未来であるものの、コブラの母標は2308から2332となってたり、原作では2303から2927であったり、2355になってたり、ややこしさもあり、劇場版だと2005から2037だったしな。まあ西暦ではないと思うけど、なんとか歴史的な時代背景があると思われ、原作では20世紀から約3000年後という言及もされてたため、まあ確かに遥か先の未来ってとこっぽいね。とにかく遥か先の未来ってことだぜ。巨大な組織力を持つ宇宙海賊ギルドが強い勢力を持ち、治安が悪そうな雰囲気は相変わらずで、クリスタルボーイ以外の幹部たちもいろいろ登場し、部分的に銀河パトロールも出てきて、劇場版のキャラたちも原作設定で登場。ギルドに潜入してたりもだったしな。コブラにとっては銀河パトロールは嫌いで、ギルドはもっと嫌いな対象だったしね。まあ基本的には両方的だしな。劇場版では街の描写などほとんどなかったけど、テレビシリーズでは比較的長い尺で、エピソードごとに結構しっかりと描かれるため、街や主要施設の内部などしっかりと描かれ、宇宙以外の SF らしい描写もちらほら見られたのも印象的。最初コブラは平凡な会社員だったし、街へ行く描写もあったしな。乗り物や小物もまた色々と登場し、コブラの宇宙船タートル号の見た目は原作寄りになりながら、また変わったギミックが取り入れられもしてたし、玩具展開なども意識され、またさらにユニークな SF 感があってとこもだったね。当時はアニメ玩具の人気も高かったし、二次的な展開を意識すること多かったしな。そんな壮大な宇宙を飛び回り、ギルドとの戦いを中心に、3枚目で冗談やとぼけた言動が多いけど、決める時は決めるハードボイルド主人公コブラが暴れ回る、高い作画と魅力的な美女たちと共に繰り広げる、ロマンあふれる壮大な痛快 SF アクション。まあそんなコブラのキャラが際立ってた作品でもあったしな。ストーリーは働けど金がたまらない、平凡な会社員といったところの主人公が、目覚ましが鳴る中そんな生活の愚痴を考えてると、そやで変な言葉遣いな野暮ったい見た目のメイドロボットに起こされ、用意された朝食を食べ、愚痴りながら会社に行くことを考えるも、カレンダーは日曜で文句を言う男。毎朝目覚ましをぶつけられ起こされるみたいだな。彼も怒った時はぶつけてたしね。金があれば最新で高性能なメイドロボット思いを巡らすも現実は厳しく、雑に出されたコーヒーをすすってると、今日がボーナス支給日と思い出し、喜び遺産で口座を確認するも、旅行さえ行けないような金額、テンションだだ下がりだったな。腐りながら暇つぶしをしてるとメイドロボから、今評判のトリップムービーに行ってくればと言われ、暇つぶしにと出向くかれ、お値段手頃やたら強調してたな。受付を済ますと美女にエスコートされながら、どんな夢を見たいか希望を聞かれ、冗談を交えながら希望の夢を伝え、システムの中で眠りにつくかれ、イケメンのハーレムの王様で凄腕宇宙戦艦の司令官って言ってたな。まあ夢ならなんとでもなるしね。そして始まったのは相棒のアーマロイドレディと共に宇宙を駆け巡る、ハードボイルドでイケ
ケメンの一匹狼の海賊、かつてのコブラの夢が繰り広げられ、その活躍やギルドとの戦いなど大満足な夢を満喫した男。夢を使って世界観や背景なんかを紹介する、凝った演出ってとこもあったな。帰り際美女から感想を聞かれ、宇宙を股にかける海賊となり満喫したという話をすると、美女から海賊なんて設定はなかったはずと機械の故障も疑い、とにかく楽しめたから何でもいいと大はしゃぎの彼。確かに夢でもそんな体験するとテンション上がりそうだぜ。そんな高揚感に浸りながら街を歩き、何回行ける気がして会員制のカジノに行くと、入り口で止められるも、俺はコブラだと冗談で脅し、金は少しだけあると悠々と入場。コブラの名前で黒服がちょっと動揺してたな。その日の彼は月につきまくりルーレットで大勝ち、たんまり稼いだところで引き際が肝心といいところで切り上げ、大金を手に入れ意気揚々に去ろうとするも、出口で黒服から支配人が会いたいと伝えられ、上機嫌のまま連れられていく彼。そういうのは大概言っちゃいけないやつだぜ。部屋に着くと夢で見た海賊ギルドの幹部がいて、それを問い詰める彼。その男はとぼけながら別人だと伝えなお尋ねると、コブラと言われますます動揺するも、さっきトリップムービーで見たんだと言われ少しホッとし、黒服に送るように伝える男。こりゃやっちゃってるパターンだな。エレベーターは会場を越えて地下の仕置き場で降ろされ、黒服たちは儲けた金を奪い彼はボコボコにされ、穴に落ちて終わったかに思えたけどワイヤーをつかみ助かってて、ボロボロの状態でなんとか上に行き反撃を仕掛けるも、その屈強な敵になすすべがなく追い詰められ、とどめを刺されそうなその時、彼の左手が反応してサイコガンを発射、まさに絶妙なタイミングだったのぜ。そのことは支配人の男も知り、おかしくなった左手に動揺しながら帰る男、家に着くとメイドロボットに家中厳重に鍵をかけろと伝え、ひどく動揺しながら考え事をすると何かがフラッシュバックし、いつから自分がここにいるかを尋ねる彼、いろんな疑問が一気にって感じだったな。メイドロボから5年前と言われ、それ以前の記憶が全くないことに驚きながら、壁の仮面を触ると一部が開き、中には左腕のギストパイソン77マグナムが保管され、だんだん思い出していく男、点と点が繋がるってやつだな。すると敵の気配に気づき、天井に一発撃ち込むと敵がわらわらを仕掛けてきて、サイコガンを使い敵を片付けると、メイドロボが敵のビームにやられ倒れてしまい、カジノの支配人が現れ追い詰められる男、コブラに復讐できると嬉しそうだったな。すると男は少し余裕な笑みを浮かべ、俺の相棒のことを忘れているぜと伝えると、メイドロボの中から頼れる相棒アーマロイドレディが登場し形勢逆転、ちょっとホラーな感じもあったのぜ。追い詰められた支配人の男は逃げ出し、男は自分がコブラであったことを思い出し、ついにって感じだな。どうするのとレディに問われると、また新しい顔を見たいかと軽口を叩いた後、俺はこの顔が結構気に入ってるとレディと共に家を去り、道中再び現れたカジノの支配人を景気づけに返り討ちにし、レディと共に再び宇宙を駆け巡り、海賊ギルドに狙われ激しい戦いを繰り広げながら、左腕のサイコガンと共に義足の一匹狼の海賊コブラが大暴れをする、愉快で痛快な SF アクションが繰り広げられるって流れだよ。ほんといろんな話があって面白い作品だったな。平凡な日常に飽き飽きしてた、しがない平凡な会社員の男が、どんなことから自分が宇宙を股にかけ暴れ回ってた、一匹狼の凄腕宇宙海賊コブラだったことを思い出し、アーマロイドの相棒と共に再び宇宙で大暴れする、なんともロマンのある導入からのストーリーだったし、あのトリップムービーって、映画のトータルリコールっぽさが強かったな。元ネタとしてるのがフィリップ・K・ディック氏の短編小説、強く売りますからと思われ、その強く売りますが、トータルリコールの原作、ってとこからだと思うよ。そういうつながりもあったんだな。1話完結型と数話からなる比較的長めなストーリーで構成され、時間軸的なつながりはそれなりにある感じの流れ、劇場版のベースになった入れ墨の女やラブボール、シドの女神といった長編を間やラストに組み込みながら、コブラの過去からのつながりを組み合わせた話や、ランプの魔人などおとぎ話チックな要素を取り入れた話など、バラエティに富んだストーリー構成が特徴。銀河系以外の宇宙のロボットが大暴れする話とか、少しミステリー要素もある話なんかもあったな。ほとんどの話にはギルドが絡んでるけど、ランプの魔人を模した大魔王の話や、ソード人といった変わった種族の話など、ギルドと関係がないストーリーなんかもだったし、ソード人はソードが本体なのに、それを投げたり荒く使ったりしてたな。序盤の盛り上がりとして劇場版でも描かれた、宿敵クリスタルボーイとの戦いは、劇場版とは全く違った設定や戦いが繰り広げられ、序盤最大の敵として高い存在感を醸し出
出してたし、コブラと言ったらクリスタルボーイってとこあるしな。クリスタルボーイ以外にも様々な敵や幹部が現れ、クリスタルボーイに似たように、コブラを苦戦させる特殊な特徴を持ってたりと印象的だったし、まあ結局はコブラが、ってパターンだけどな。テレビシリーズのラストを飾るシドの女神編の、新たなる強敵として登場した、ギルド宇宙軍総司令の最高幹部、サラマンダーのインパクトもまただったしね。まあ見た目は和風ダースベイダーで、なんか方向性がぶっ飛んだとこもあったけどな。じっくりと描かれた入れ墨の女編は、アニメのオリジナル要素も加えながら、かなりの見応えのあるストーリーに仕上がり、劇場版ともリンクする部分もあって、原作ファンのみならず劇場版から入った人、テレビシリーズから劇場版に行った人にも親近感があるってとこあったけど、キャラの設定や見た目など違ったりしたけど通ずるとこあったしな。中盤の盛り上がりとも言えるラブボール編もなかなかの見応えがあって、そのめちゃくちゃなゲーム性にストーリーと少し駆け足感はあったけど、かなり楽しめるとも言える内容。確かめちゃくちゃ暴れ回れ、わかりやすいけどややこしいルールだったな。ラグビーと野球が組み合わさったようなスポーツで、7対7でのチーム戦、ルールは野球に近いけど、フライを取ってもアウトにならず、守り側のボールを持つ人物は殴る蹴るなど何しても OK で、攻め手側もそれに対してタックルなど力技で対抗可能といった、とにかく激しすぎるスポーツ。ほんとボコボコだったしな。何より恐ろしいのは、ゲームでのルール内の戦いでなら相手を殺しても問題にならず、むしろ盛り上がるほど、反則でもオーナーのさじ加減ってとこあったしな。さらに選手同士もほぼ敵同士ってとこもあり、自分の地位を守るため、自分が上に行くためには目立ちそうな相手を葬ろうとするなど、宿舎内での汚い争いもあり、とにかくめちゃくちゃでプライベートも試合中も気が抜けないとこも、一軍と二軍の待遇は雲泥の差だし、寝込みや闇打ちと当たり前にってとこあったしな。そんな汚い部分もありながら、とある依頼と絡ませて立ち回る動きや、コブラの旧友との共闘に、コブラを強く敵視してた一軍のリーダーが、コブラの実力を認め分かり合うなど、熱い展開もまただったし、まあコブラの旧友の出落ち感はあったけどな。テレビシリーズのラストを飾ったシドの女神編での新たなる強敵の登場、圧倒的な強さと非常に高い警戒心を持ち、ギルドの攻撃の手が強まる中、コブラも昔の仲間たちを集めるストーリーや、仲間と共に強敵に挑む姿など、いつものコブラとはまた違った姿が描かれてたし、仲間から制止されたり、コンビネーションがあったりもしたしな。その流れの中でレディというヒロインよりも、入れ墨の女からの登場したドミニクの方が、ヒロイン的な雰囲気が強かった感もあったね。劇場版にも出てたな。まあ似た名前の別人ってとこはあったけどね。とにかく海賊ギルドが強力な力を持ち、かなりの惑星で暗躍し支配してるって構造があり、稀に銀河パトロールが登場したり、ギルド内に諜報員を送り込んでたりもしてるけど、存在感は薄め、潜り込んでるのがバレたり、決定的な証拠がないと取り締まれなかったりしたしな。逆にギルドの息がかかった銀河パトロール隊員の方が多い雰囲気で、かなり自由に動き回ってる感もあったしね。銀河パトロール内の方が動きやすそうだしな。そんなギルドの目的は、銀河の全てを掌握し支配することで、そのために多くの惑星を襲い、配下を駐留させ支配下に置いたり、惑星の有力者を幹部に引き入れ内側から支配したりとともに、表面的にはギルドの姿を見せないけど、いろんなところで暗躍してたしな。ロド麻薬と呼ばれる、投与することで相手をコントロールできるほどの中毒性を持つ、非常に厄介な薬を生成し宇宙中に販売してて、それが大きな収入源になってるのと、多くが廃人みたいになってたしな。敵対する惑星の両方を支援して、ロド麻薬により忠実で死を恐れない無敵の兵士を作り、争いを激化させ、最終的にはその両方を手中に収めるなど、悪どい方法を使い勢力を広げてて、巨大なシステムを展開させ、一気にことを進めようとしてるとこもだったね。目的のためなら手段を選ばない、まさに巨悪といった存在だったな。そういった物々しい世界観とは別に、SF 的な要素もストーリーが多かった分いろいろと出てきてて、タートル号をはじめとして変わった乗り物がいろいろってとこや、コブラの着衣のギミックもなんかいろいろあったし、コンピュータとかの描写など時代を感じるとこはあるけど、電子シャワーといった謎シャワーに、定番的なレーザー銃など印象的だったし、レーガンって言われてたな。様々な見た目の異星人の他にも、レディのようなアーマロイドにサイボーグ、ロボットとバラエティも飛んでたし、ロボットバチなんかもいたし、融合して巨大化してく危険なやつもいたしな。まあ未来的な要素とは別になるけど、戦闘が起きる場所の奥には穴があり大概落とされ、しかもめちゃくちゃ深いっていう、あるある的な要素もあったしね。敵が落ちるとそこが見えず消えていくしな。作風やキャラの雰囲気もあり大人っぽい作品って雰囲気で、酒場がよく登場し悪党の吹き溜まり
って感じ。酒もよく飲み、作品オリジナルのタルカロスってお酒が印象的だったし、高そうな酒を飲んでたり、クリスタルボーイも酒をたしなんだりしてたね。サイボーグに味がわかるのかって突っ込まれてたな。生身の時の癖だったみたいだね。キャラ全体の年齢層も高めで、女性キャラの多くは凛として強そうな等身大の美しい大人の女性って雰囲気もあり、当時のまあ今でもってとこあるけど、視聴者層を意識した若めの主人公や登場人物、世界観を構成して親近感や感情移入を期待するような流れとは一線を画すような、当時としては特に珍しいタイプの作品だったとも言え、どちらかといえばある程度の年齢の方が楽しめると思われる作品。確かに多くの作品では高校生くらいまでの主要キャラが多いしな。冒頭に少し触れたけど、ゴールデンタイムのテレビ放送として、かなり色々と抑えて配慮されたとはいえ、大人な雰囲気も強い作品だけあって、女性キャラの露出度の高さやボンテージ風のセクシーな服装、シャワーシーンや脱いでるシーンなんかも意外と多くて、当時相応の気の使われ方ってとこもあった感じも、なんだかんだ言いながら寛容性あった時代だったしな。まあそれが災いしてってわけではないと思うけど、アニメは子供が見るものって時代に、ゴールデンタイムのテレビシリーズとして、それなりに人気はあったものの、結構人を選ぶ作品でもあったため、長続きしなかったなんて話も、確かにある程度な年齢で見ると味わいが増す作品でもあるしな。まあそういった要素もありながら、クオリティも高く見応えがある作品で、寥々として軽口を叩く3枚目だけど、滅法タフで決めるときは決める、ハードボイルドな凄腕コブラの魅力がふんだんに詰まった作品。確かにあのちょっととぼけた絶妙なセリフもまただったしな。そういった壮大なスケールだけあり、多くのキャラが作品を彩ってて、まずはこのハードな世界観にゆるさも与える主人公コブラ、ピンチな時でも余裕な姿で軽口を叩き、最初はやられたりもするけどすぐに起き上がるタフさに、滅法強い3枚目だけどかっこいい男。コント言動といい動きといいいいキャラしてたしな。よくヒューッと口笛を吹き、ちょっとふざけた軽快な受け答えが印象深く、多くは前回紹介した内容と変わりなく、大きく違ったのはサイコガンの使用。参ったねーや寄せよ的な言葉もよく使ってたな。劇場版では左腕が光って形状変化したけど、こちらは原作同様義手の中に隠されてて、使うたびに取り外しその義手を投げ捨てたりして打つ感じ。毎回義手が行方不明になりそうだよな。実はあの義手にはエンジンがついてて、自動的にコブラの元に戻ってくる仕様らしいよ。そんな機能もあったんだな。そのためロケットパンチみたいに飛ばして攻撃もでき、その腕側のリストバンドは通信機にもなってて、タートル号のレディーとコンタクトも可能。通信手段がない惑星で役立ってたな。超人的な身体能力を持つとともに、非常に博識で美術品への造形も深く、美術館に専門家のふりをして侵入した時、適当なふりをしながら職員の間違いを指摘するほどで、記憶の中にはデータベースにも記載がないような情報もあり、記憶の中に残る知識量は半端ないといったところ、隙がなさそうだぜ。ベルトには Python 77 マグナム用のホルダーも付き2連となり、バックルがカメラになったり、右手のリストバンドが索敵のセンサーになってたりと、ギミックも少し増えてて、身軽だけど身につけるものに色々と仕込まれてたしな。登場時は記憶を消して会社員のジョンソンとして生活してて、コブラに戻った後も時折偽名を使うお茶目な人物で、依頼からってパターンもあったな。仲間思いの熱い一面もあり、子供にも優しい強くて頼れるヒーローって感じだよ。組んで死んだ相手にも分け前を置いてく、かっこいい姿もあったしな。次はコブラの頼れる相棒でヒロイン的立ち位置のアーマロイドレディ。登場時はやぼったく変な言葉遣いのメイドロボット弁の中に入ってて、コブラの記憶が戻った時に中から飛び出して、彼をフォローしたなんかセクシーさがある強い女性って雰囲気。弁のポンコツ具合とのギャップがすごかったな。弁は弁でいいキャラしてたけどね。コブラ同様基本的には劇場版同様で、登場頻度も増えて活躍する姿も多かったけど、ちょいちょい敵に捕まり駆け引きに使われることも、コブラと一緒に捕まったりもしてたしな。作中で一度ギルドにバラバラにされたけど、人間の頃の彼女をアーマロイドにして救った博士の手で、再び元通りになり、バラバラな姿をコブラに見られたくないって乙女心もあったな。名前の通りスマートで頼りがいのある、大人な雰囲気を持ったレディーって感じだよ。優しくてしっかり者でセクシーさもあったしな。次はかつてキャプテンネルソンとして名を馳せた、宇宙海賊の娘の一人ジェインロイヤル、劇場版のモデルになった一人だな。髪型や見た目は劇場版のジェインとほぼ同じで、髪色が金髪、長女から次女に変わっており、劇場版同様重犯罪者捕獲人、いわゆる賞金稼ぎをしてる凄腕で、雰囲気や性格も似た感じだったな。コブラとの出会い方は違い、彼女がコブラを追っかけるといった流れ、劇場版とは逆だったな。入れ墨の女編の重要人物の一人で、
背中の入れ墨がキャプテンネルソンの隠し財宝の地図ともなってて、似たような入れ墨を持つ生き別れの二人の姉妹を探すため、賞金稼ぎをしながら宇宙中を飛び回り姉妹を探してる感じ。三姉妹が揃って地図が完成するって設定だったな。20年前ギルドに襲われ父親が倒されて以来姉妹とはバラバラで、自分とそっくりな顔という意外見た目の手がかりなどはないけど、末っ子が何をしていて今どこにいるといった情報はあり、コブラに頼んで彼女を助けに共に向かうよ。流れ的には似たとこあったけど展開は違ったな。次はロイヤル三姉妹の末娘キャサリン・ロイヤル。少し茶色がかったストレートヘアの落ち着いた雰囲気の美女で、劇場版のキャサリンとは大きく見た目が変わった感じ。ほんと髪型で大きく変わるのな。もともとは小学校の教師をしていたこともあり優しく、入れ墨のことでギルドに捕らえられ、惑星シドの刑務所に入れられ、入れ墨の解析なんかをされてたみたい。なんか過酷な状況だったのぜ。劇場版とは違いコブラに助けられ非常に好意的で、ほとんど記憶にもない姉に会うことを心から楽しみにしてて、ピンチな時も体育の授業と言いながら落ち着いてる素振りもあったよ。すごくいい子な雰囲気あったのぜ。次はロイヤル三姉妹の長女ドミニク・ロイヤル。劇場版のドミニクは次女だったけど設定が変わり、髪型などジェーンと同じで、ジェーンより少し濃いめの金髪で目が青いのが特徴。ほぼ違いがなかったな。銀河パトロールのスパイとしてスノーゴリラの隊員となっており、格闘能力に優れて射撃レベルも高い強くて美しい女性。劇場版のドミニクとはだいぶ違ったな。スノーゴリラに素性が割れて追い詰められた時コブラに助けられ、コブラから一連の事情を聞き協力することになり、入れ墨の女編のキーパーソンになったとともに、三姉妹のうち唯一生き延び、多くのストーリーでコブラと絡むヒロイン的立ち位置でもあったよ。純レギュラー的な立ち位置だったしな。次は酒場でアイスミルクを注文したコブラに絡んできた、柄の悪そうな賞金首ドグソルティ、電磁ナイフのドグの異名を持つそこそこ有名な悪党、コブラから犬のような顔と言われ激高し、争いになったけど全く攻撃が当たらず転ばされ、壁に頭を打って召されてたよ。まさにかませ犬ってとこだったぜ。次は砂の惑星ザドスの主要民族で、街を襲い人をさらってたソード人の王バベル、もともとは大臣だったけど王を裏切り新たな王になった人物、ソード人はその名の通り剣が本体の生命体で、超能力的な力で人型の鎧兵士みたいなのを操り動く者たち、人型の中身は殻だったしな。砂漠の海の中に移動要塞のような巨大な国家を作り、さらった人に過酷な仕事をさせたり、精神力を彼らの食料としてじわじわと奪い、界隈を恐怖に貶めている集団の王。攻撃のために自らを飛ばすのはどうかと思うけどな。強い者が王として君臨するためバベルは剣としても大きく、操る人型も他よりも大型で屈強。ただその中身はコンピュータ制御のロボットだったよ。チートみたいなもんだぜ。次は過去にソード人を全てた誇り高き王ジーク、バベルとの決闘で亡くなったとされてたけど、実はバベルにより拘束され隠れた場所で生かされてて、肝の据わった尊厳のある王って雰囲気。拘束されてても何にも屈さない姿勢だったしな。もともとはその地にいる生物を狩りしながら平和的に過ごしてたけど、鉱物資源に目をつけた人々の入植が始まり、争いが行われながら共存共生も考えてたけど、バベルによる裏切りが起きて幽閉され、ソード人の暴走が始まってしまい、コブラに助けられコブラと共に、落ちぶれた同胞たちの目を覚まさせるためバベルと戦ったよ。誠の王って雰囲気あったのぜ。次はいろんな魔法を使い伸縮自在の体を持つ魔王ガルタン。宇宙でのコブラの立ち回りを見て、手下にすると強制的に自分の船に連れ帰った人物。めちゃくちゃ自分勝手なやつだったな。とにかくめちゃくちゃ強く、様々な星を襲い財宝や女性、手下となる人物を奪い、風船の実というのを飲ませ、逆らう者はそれを膨らませて爆散させるため、恐怖で全てを従わせてて、たまったもんじゃない状況だぜ。コブラにしつこく手下になれと迫り、レディーとタートル号を石化させ人質に取ったほど、時を止めて石化させる部屋があったしな。サイコガンでも倒すことができず、風船の実を飲ませ爆散させても分裂して無傷、とにかく有効な攻撃手段がない上強力な魔法や物理攻撃と、まさに無敵といったキャラで、唯一の有効手段は隠されてる壺の中に封印することだけで、それがなければ作中最強のキャラとも言えるね。全てが無効で一方的に攻撃されるしな。次はカジノラスベガスステーションでウェイトレスをしてたルシアロドック。バニーガールの格好してて、客に絡まれてたところコブラに助けられた女
勢、探検好きらしくステーション内のいろんなとこを回ってて、金塊を探してたコブラを追いかけて強引に同行し、ピンチな状況でもなんか楽しそうな感じも、天真爛漫な素敵なウサギちゃんだったぜ。その正体は銀河パトロールの隊員で、多額の金塊を乗せたまま行方不明となっていた宇宙船、ヴィーナス号の調査をしててここにたどり着き、コブラに何かを感じ同行したみたいだよ。だからうろうろしてたんだな。次はギルドにより荒廃したウィング星の元保安官ベガ、かつてはギルドに対しても真っ向に向かっていく勇敢な部隊を率いてウィング星を守り、ギルドに追われていたコブラを助けたことから立場を超えた友情が芽生えた関係。元の顔のコブラが出てきてたな。コブラの死を知りショックを受け、ギルドに激しく責められ全てが崩壊した後も一人抵抗しながら、ウィング星の安定化装置でもある有水晶を取り戻すため活動してて、再び現れたコブラと共に奪還作戦を決行したけど、ウィング星人は最後の時が近づくと発作の波が始まり、最終的には脱皮して飛行できる状態にもなるけど、その後6時間しか生きられず、残された時間を使ってってとこだったよ。切ない話でもあったな。次はラグボール編で2軍の荒くれ集団のボスザックシモン、オーナーに実力を買われたコブラが、1軍との紅白試合のために組んだチームのボスで、とにかく素行が悪くてがつけられない問題児集団。部屋が最下層だったしな。身の丈2メーター70の筋肉悠々の大男で、元は海賊をしてて飽きたから少し休むため選手をしてるらしく、実はコブラとは旧知の中、コブラの顔が変わってたから気づかなかったけど、へその横のパンダの入れ墨のことや、サイコガンで彼に気づき協力してくれることに、意外と話がわかるいいやつだったな。ビッグザビッグという偽名で選手登録をしてて、その見た目通り屈強で活躍もしたけど、一軍相手には押され気味でいまいち感もあったよ。確かに海賊という割にはってとこあったな。次は Z チームのピッチャーラリーレオ。顔に傷がありちょっと影がある感じの美男子、微妙なコントロールを売りにしたエース級ピッチャーだったけど、カードに手を出した処理で2軍を帰したとされ、よくトランプを触ってて試合の行方を占ったりも、怪しげな雰囲気も漂ってたな。当初はコブラのことを信用しきれず亀裂が生じかけたけど、コブラが本気で勝ちに行く姿を見て彼を信用し、体を張ってコブラにチャンスを回すなど、誰よりもこの試合に勝つことを考えてた、熱い闘志を持った人物だったよ。ドライそうな雰囲気とは裏腹だった。次は敵となる一軍のゲスな見た目の男ゲルド、チアガールを強引に連れ去ろうとしてたところコブラに止められ、オーナーに一目置かれる気に食わないコブラに対し執拗に突っかかり、電子シャワーの電圧を上げて消そうとしたほど、表立っては動きづらいから事故に見せかけてってやつだったな。醜い顔をしてる下品で卑劣な男だけど、2メーター50の巨体で鍛え抜かれた肉体を持ち、一軍らしくかなりの実力の持ち主、ラグビーのメットを肘で叩き潰してたしな。ただ上には弱く下には超高圧的で、2軍との練習時にコブラと相部屋だった選手の命を奪い、そのことからコブラの怒りを買い、さらに紅白試合中にも反則スレスレの行為でコブラたちの仲間の命も奪った卑劣な男だったよ。まああれは明らかに反則ではあったけど、低体しっぺ返しを食らう爽快感もあったのぜ。次は1軍のチームキャプテンダンブラッド。目が4つあるソラリス人という種族で、種族特有の巨体を生かしたパワープレイが得意、攻守に優れたスタープレイヤーで、チーム内でも高い存在感を示し慕われるリーダー。コブラを敵対しながらも冷静で、暴走気味のゲルドを止めてたしな。紅白戦でコブラを叩き潰そうとしてたけど、コブラのプレイから彼の実力を認め、なんかいい雰囲気になったよ。意外としっかりとしたスポーツマン精神の持ち主だったな。次は内戦状態のキラ星で外人部隊の指揮官をしてたシエラ。地球人型の美女で、コブラが老人に頼まれた少女を連れて空港に行くのを手助けしてくれた人物。まあ持ってたルビーを山分けという条件だったけどな。正体の中では正規軍人という立ち位置で、行動力や決断力が高く頼れる雰囲気はあったけど、実はその人物になり変わってた敵軍のスパイで、仲間を全滅させコブラと対峙することになったよ。盲点をついてたとこあったな。まあなんとなく流れで察したけどね。次はレディの生みの親とも言えるマゼラン博士。かつて重傷を負った生身の彼女の意思を尊重し、アーマロイドの体を与えた人物、タートル号もろとも爆破されバラバラになったレディを、再び元通りに修復し、コブラたちのピンチを救ってくれる頼れる博士だよ。信頼できる人物ってとこだな。次は博士と共に行動する癖の強いロボットボブ。球体に手が生えたような見た目で、コブラと共にチェスをしながら不利な状況でズルしようとしたり、負けたことに癇癪を起こす非常に感情豊かなロボット。人間より人間味があったな。口が悪いロボットだけど、バラバラになったレディの体を集めたり、
何かに役立つロボだったよ。まあ手柄を主張してたけどな。次はサラマンダー打倒のためコブラが集めたかつての仲間たち。まずは早打ちの達人でもあるドグサバラス。他人や動物などに自在に姿を変えられるミラージュ星人最後の生き残りとされ、かつて仲間をギルドにやられた恨みもありコブラに手を貸すことに。ギャンブルも名人だったな。当初顔を変えたコブラに気づかず決闘になり、自身がデベソであることとサイコガンでコブラと気づき、その自由自在な変装能力で敵を翻弄し役立つ人物だったよ。どんな姿にもなれるなんていいなぜ。次は巨体で筋肉隆々な怪力を持つパンプキン。刑務所に投獄されててコブラとドグが探しに行き、整形したコブラを何のためらいもなく本人と気づいた人物。見た目に反して感が鋭そうだったな。とにかく屈強のため本人は喧嘩のつもりがあっさりとしなしてしまうほどで、たどたどしい話し方だけど高い記憶力を持ち、マシンの操縦技術は一流のため主に操縦士として活躍したよ。ギャップ系のキャラだったな。そして背中にコウモリのような翼を持つ知的な男バッド。氷の大地が広がる極寒で辺境の星で研究者として穏やかに暮らしてたけど、コブラたちの接触に感づいたギルドに捕らえられてたみたい。なんかカプセルに入れられ調査されてたな。彼は視覚、聴覚、嗅覚いずれも常人の1万倍も鋭いという超人的な感覚の持ち主で、コブラたちが来るのを数キロ先から知ることもできるほど、その特殊能力から調べられてたんだな。コブラたちに助けられたものの、当初は出会った仲間と愛する者の存在から誘いを断り、そのすぐ後大切な者の命が奪われたため協力することに。ほんとギルドって連中は、その特殊能力からサラマンダーに張られたバリアに気づき、非常に冷静に分析し暴走するコブラをいさめたり、コウモリのように天井から垂れ下がり、ナイフを駆使して奇襲攻撃を行う頼れる人物だよ。名前の通りコウモリのような人物だったな。次からは敵として立ちはだかる海賊ギルドのキャラで、まずはトリップムービー後にコブラが立ち寄った高級カジノのオーナーをしてたバイケン。右肩にメカドリを従え片目がなく、かつてコブラと対峙してコブラに懸賞金がかけられるきっかけとなった人物。ある意味で因縁の相手だな。大勝ちしたコブラを部屋に呼び、コブラにギルドの幹部と突っ込まれたけど知らばくれ、ただトリップムービーで見た話とホッとしながら、あんな間抜けがコブラじゃないと葬ろうとしたけどサイコガンで本人と気づき、最後はあっけなくって感じだったよ。まあ奴は幹部でも最弱クラスってとこだな。次は銀河銃で女性をさらい売りつける奴隷商人ジゴバ。コブラが助ける形で女性を送り込み、姉を人質に取りサイコガンを盗撮させ、サイコガンのコピーを作り部下に持たせコブラを倒そうと画策。所詮はコピーレベルの性能だったけどな。全身が鱗に覆われ、自分の体の原子構造を変えることで、物質の間を自由に移動可能なため、神出鬼没なトリッキーな動きができ、レディの体を乗っ取り追い詰めようとしたけど、レディの起点もありあっけなくだったよ。心の目だぜ。次はシド刑務所の所長をしてたシュルツ。密かに美女を拉致しては売り飛ばす。人身売買を取り仕切るギルド幹部でもあり、立場的にはクリスタルボーイより上な存在。にしてはクリスタルボーイは堂々としてたな。キャプテンネルソンの遺産のことを知り、その手がかりとなるキャサリンを誘拐したけど、そのことはギルド本部に伝えず遺産の独り占めを図り、クリスタルボーイから協力を持ちかけるも断り、ボーイからジェーンを奪おうとするもその間にコブラにキャサリンを奪われ、その責任からクリスタルボーイにより粛清されたよ。まあそうなるのぜ。次はクリスタルボーイが雇った魔術師を称する殺し屋ターベージ。全身緑で口からなんか出てるかなりグロい見た目で、その実体は植物人間らしく、体内で作った死を人体に植え付けることで、自我を奪ってコントロールするという凶悪な能力の持ち主。奴を倒さない限りじわじわ侵食が続き、死ぬまでコントロールし続けられるってやつだったな。さらにレディを翻弄するほどの高い格闘能力を持ち、先端が麻酔針のようになってるタンポポの綿毛のようなのを体から出したり、手が植物の鶴のように伸びて相手を絡め取ったりと、植物人間らしいトリッキーな攻撃もしてきて、あれもまた触手だったな。普段は3機1組の3位層エネルギー反射衛星で常に身を守り、サイコガンさえ通用しないなど高い警戒心も持つけど、植物人間らしく高温の環境に弱く、場所によっては耐熱服が欠かせず、さらに光合成ができないとエネルギー不足になってしまうという弱点があり、その場合はリフレッシュセンター内で、太陽光線と培養液を全身で浴びて光合成を行う必要があるみたい。優雅に泳いでたな。自分の能力を過信してて、騒ぎを大きくしすぎるとクリスタルボーイから忠告されても平然とし、ジェーンに死を植え付けコントロールして、結果的にキャサ
サリンの命を奪った人物だよ。なかなかな強敵だったぜ。次は序盤最大の強敵とも言えるギルド幹部クリスタルボーイ。劇場版とは結構違う部分があり、海賊ギルド本部よりシュルツの元へと派遣された使者であり、隠したながら格上であろうと裏切り者に対しては即刻処刑できる権限を持つ特別な立ち位置の人物。シュルツはあっけなかったしな。見た目的にはほぼ同じだったけど、胸のあたりまで内部パーツがあり、指が入れれるほどの柔らかさはなく、サイコガンはその体の性質からほぼ無効だけど、実弾を使うパイソン77マグナムはある程度の効果があり、劇場版のような無敵感は減った感じ。さすがにあれは隙がなさすぎだったしな。目の通常時は緑色で、驚いた時など赤い瞳孔が現れるようになり、光を利用して分身して見えるようにすることも、またトリッキーだったぜ。右腕には大きな鍵爪がつき、ビームガンも搭載され、伸縮や取り外しもでき、ロケットパンチのように飛ばすことも可能。見た目のインパクトもあったしな。全面的に出ていくっていうよりも、部下を使ったりと暗躍することが多かった印象だよ。確かにそんな感じあったな。次はスノーゴリラを率いる石眼の女ボスサンドラ。薄緑っぽい髪色に変わったけど、劇場版からの見た目の変化はほぼなく、ギルド参加の組織のボスとして登場。立ち位置がかなり違ってたな。ドミニクは舞台にいたけどスパイという立ち位置で、スパイには残忍な方法で始末する容赦のない女。またドベルという機械剣を買ってて、彼女と共に戦ったり身代わりになったりも、コブラをやたら警戒してたな。彼女もまたキャプテンネルソンの遺産のことを知り、取り立て最終兵器に興味を示し、それを求めコブラを追い彼を出し抜いて手に入れ、自らを全宇宙の帝王と名乗り、ギルドを裏切り部下も足毛にして、とんでもない変化が起きたよ。まさにとんでもない変化だったのぜ。次は宇宙カジノラスベガスステーションの支配人で、ギルドの幹部でもあるハンマーボルト城、黒で統一した戦闘服を着用しマスクにはカメラ付き、鋼鉄製の両手にはカメラアイとロケットが仕込まれ、ロケットパンチの要領で発射でき、ロケットパンチ系の武器多いな。そのカメラアイの映像を元に敵へ誘導して、ホーミング弾のごとくしつこく追跡する厄介な性能、ただ無重力感では操作不能になり、意外とあっさりとだったよ。まあなったら無力だったしな。次はコブラも所属したラブボールチームのオーナーランド。一軍選手を病院送りにするほどぶっ飛ばしたコブラの実力を気に入り、入団初日に一軍入りさせた男。ある意味ちゃんとした実力主義での評価してるな。コブラは偽名を使いタイムパトロールの枠での入団だったため、彼の正体には気づかず、特殊能力を持ってたり武闘派ってタイプではなく、チームの運営や経営など実務に明るいタイプ。まあ巨大な組織ならいろんなタイプがいるしな。ただ裏ではロド麻薬の密売ルートに関わり、厳重な区画を作りそこを拠点にしてて、コブラが銀座パトロールの内定として来てることに気づくと、試合中の一軍選手たちに本気で抹殺するよう命令したよ。まあ時すでに遅しだったな。次はコブラとドミニクがバカンスで行った先の海に、海底基地を築いた一味のボスアイアンヘッド。20億ドルの金塊を積んだ豪華客船クイーンギャラディ号がコブラたちの目の前で沈み、その調査に行ったら現れた集団のボス、サメのメカヤモリ持った女性がいっぱいいたな。一味は皆女性で地球人型の美女たちだけど皆サイボーグ。アイアンヘッドももちろんサイボーグで、首だけでも行動でき体の交換も可能。長い髪の毛を相手の首に絡ませて締め上げたり、鋭い剣とサイコガンをも弾く盾を装備してコブラを追い詰めようとするも、コブラの起点により基地ごと全滅させられたよ。飼い犬に手を噛まれる感じになってたな。そしてテレビ版のラスボス的存在となったサラマンダー。ギルド宇宙軍総司令にして元帥の肩書きを持つ最高幹部で、銀河系支配をもくろむ危険な人物。黒い甲冑とマントに身を包み、鎧武者を思わせ、純和風のダースベイダーといった様相。そんな雰囲気あったな。超強力な最高エネルギーを持ち、幻影を具現化させ神出鬼没に登場して、ドミニクの前に現れたり、コブラの仲間たちの前に現れ葬ったりと、とんでも性能も持ち、どこにいても突然だったしな。本体が自分の本拠地から出ることはまずなく、姿を現す時は常に四方にボディーガードを配置し、目に見えないバリアと共に守られてて、隙をついてコブラが一度仕留めたけど、それは影武者で、謎に包まれた人物。まさかすぎた展開だったしな。エルラド教会を裏で操り、銀座の広範囲にシドの女神を打ち上げ、そのシステムを使い一気に銀座掌握を狙ってて、その本体はある歴史上の人物と、変わった方向性を見せたストーリーと敵だったよ。まさかの絡みだったのぜ。まあ結構長めのストーリーのため多くのキャラが登場し、紹介した以外にも多くのキャラが登場したけど、基本的にはコブラとレディ、時折ドミニクって流れで話が進んでいく感じ。確かにその3人が重要
人物ってとこだったな。そしてそのキャラたちを彩る声優陣は、冒頭にも少し触れたけど本職の方が中心になり、味わい深く世界観を彩ってた感じ。さすが本職ってとこあったな。主人公のコブラは、多くの有名俳優の吹き替えで知られ、海外映画からドラマ、人形劇と幅広く携わり、この役がハマり役として代表作とも言えるのざわなきさん。ほんとキレッキレないい演技だったしな。劇場版の時も言ったけど、もともとはモデルとなったジャンポール・ベルモンドの吹き替えをしてた山田康夫さんが候補だったけど諸事情で断り、劇場版の松崎しげるさんの話もあったようだけど予定が合わず、ルパン三世のパイロットフィルムでルパン役をしてて、山田さんにも口調が似てるのざわなきさんが選ばれ、軽快なリズムで繰り広げられるセリフ回しに印象的な次回予告など、まさにハマり役になった感じだよ。コブラといえば野沢なちさんって多くの人に刻まれてるしな。頼れる相棒レディは引き続き榊原よしこさん。劇場版の時から安定感あったしな。ロイヤル三姉妹の次女ジェーンは、劇場版でキャサリン役をしてた藤田敏子さん。小学校の先生の末っ子キャサリンは、ちびまる子ちゃんのおばあちゃんなどで知られる佐々木優子さん。銀河パトロール隊員でもある長女ドミニクは、名探偵コナンの木崎エリなどで知られる高島ガラさん。三人とも素敵だったのぜ。誇り高きソード陣のオージークは、広角機動隊やイノセンスの荒牧大輔などで知られる大北美雄さん。作中最強格の魔王ガルタンは、ヤッターマンのドクロベイなどで知られる滝口純平さん。お仕置きだべー。バニーガール姿で潜入してた銀河パトロール隊員ルシアロドックは、旧うるせえ奴らの点などで知られる杉山和子さん。ジャリ点だぜ。立場の違う友情をコブラと築いたウィング星人のベガは、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんなどで知られる青野武さん。内戦状態の星の外人部隊の指揮官のシエラは、ドラゴンボールのブルマなどで知られる鶴ひろみさん。レディを救ったとも言えるマゼラン博士は、天才バカボンのレレレのおじさんなどで知られる雑賀地龍二さん。感触持ちで口が悪めのロボットボブは、少年忍者風の藤丸の藤丸などで知られる小宮山清さん。あのロボなんかいいキャラしてたな。変幻自在に姿を変えられるドグサバラスは、巨人の星の星一徹などで知られる加藤聖蔵さん。ジゴバの声もしてたな。巨体の怪力だけど細かいことも得意なパンプキンは、ドラえもんの2代目のびのびすけなどで知られる中陽介さん。のび太のパパだぜ。背中にコウモリのような翼を持つ知的な男バットは、セイントセイヤのフェニックス一騎などで知られる堀秀幸さん。トリップムービーにも出てきた売券は、おいしんぼのトミー副部長などで知られる加藤治さん。東西新聞社のムードメーカーだぜ。クリスタルボーイに粛清されたシュルツは、銀河烈風爆シンガーのディーゴ近藤などで知られる徳丸寛さん。ラグボールチームのオーナーランドもしてたな。植物人間ターベージは、北斗の剣のラオウなどで知られる内海健二さん。序盤の強敵クリスタルボーイには、ルパン三世の次元大輔などで有名な小林清さん。さすがの貫禄があったのぜ。スノーゴリラの赤眼の女サンドラは、劇場版から引き続き田島玲子さん。今作のラスボス的存在サラマンダーには、鋼の錬金術師のキングブラッドレイなどで知られる柴田秀勝さんなど、かなり渋めの実力派が集まってる感じ。確かにそうそうたる方々だな。他にもゲストキャラやちょいキャラに、筋肉マンのロビンマスクなどで知られる郷里大輔さんや、マジンガー Z のボスなどで知られる大竹宏さん、超時空要塞マクロスの早瀬美沙などで知られる土井美香さん、銀河英雄伝説のアンネローゼフォングユーネワルトなどで知られる半恵子さん。ラインハルトの最愛の姉だったな。ヤッターマンのボヤッキーなどで知られる柳ジョージさん。ソレイケアンパンマンのアンパンマンなどで有名な戸田恵子さん。戦闘メカザブングルのジロンアモスなどで知られる大滝信也さん。旧うるせえ奴らのユーノスケの父などで知られる安西正弘さん。ドラゴンボール Z のセルなどで知られる若本のりおさん。ドテラマンの佐藤はじめなどで知られる塚瀬のりこさん。メゾン一国の五大優作などで知られる二俣一生さん。エイリアンシリーズのシガニー・ウィーバーの吹き替えなどもされた高田直子さん。宇宙空母ブルーのあのドモン系などで知られる川島千代子さん。カムイの剣の展開などで知られる石田太郎さん。吹き替えなんかでも有名な人だな。不思議の海のナディアのグランディスなどで知られる滝沢久美子さん。旧うるせえ奴らの三宅忍などで知られる島津紗恵子さん。キャッツアイの内海俊夫などで知られる安原義人さん。サイバー用の最初の候補だった人だぜ。ドラゴンボールの亀仙人などで知られる宮内光平さん。機動戦士ガンダムのギレンザビなどで知られる銀河万丈さん。魔女っ子メグちゃんの神崎メグなどで知られる吉田里穂子さんなど、かなりレベルの高い人たちで脇も固められてた感じだよ。確かに主役級の方々もゴロゴロいるな。原作はアメコミの影響が強く見られ、スタイリッシュで高クオリティな描写が印象的な寺沢武一先生。先生の代表作とも言えるコブラの原作に沿った形で、若干のアレンジも加えながら映像化された。
正統派なシリーズとも言える感じ。劇場版は大幅にアレンジされてたしな。監督は劇場版でも監督を務めた出崎治監督と、劇場版で助監督を務めた竹内義雄さんの連名で、出崎監督らしく CM 前とラストは都名で締められるのが印象的。お決まりの演出ではあったけど、徐々にしつこさも感じたのぜ。コブラのちょっとふざけたセリフ回しと、動きの多いアクション性の高さが特徴で、セクシーな要素も挟みながら、バラエティ豊かなストーリーが展開され、少し大人な雰囲気もありながら味わい深い見応えがあった作品。コブラが朗々とした緩い雰囲気がある分、バラエティ色の強さもあったな。当時出崎監督は劇場版ゴルゴ13にも深く関わってて、2クール目からはほぼそっちに付きっきりになったため、事実上竹内さん一人で以降のストーリーを担当してたみたいだよ。ゴルゴ13もビッグタイトルだし、世界初の CG を使ったアニメでもあったしな。まあある意味実験的な作品でもあったね。今回は寺沢先生はそれほど関わることがなく、シナリオには前回寺沢先生と連名で脚本を手掛けた山崎春也さんや、ファイナルファンタジー3までのシナリオを手掛けたことでも知られる寺田健二さんなど、3名のローテーションで行われ、ふむふむ、コンテには先枕名義の出崎監督や、ハイスクール鬼面組の監督など監督としても知られる福富博さん、キャッツアイやシティハンター、名探偵コナンなど、長編人気シリーズの監督として有名な小玉健二さんなど、6名のローテーションでって流れ、小玉健二さんも携わってたんだな。まあ前半は出崎監督が多く、中盤の入れ違いで小玉さんがって感じっぽいよ。へえ、そうなんだな。作画監督には劇場版から引き続き、アニメ界の黄金コンビと称され出崎監督と関わり深い杉野明夫さんと、劇場版でも作画として携わり、杉野さんの元で学び、ジブリ作品に欠かせないアニメーターの一人でもある大塚慎二さんが携わり、キャラデザも作画もさすがの安定感があったな。原画人も劇場版から引き続きの方が結構いて、絵を描ける監督として知られ、マッドハウス時代は杉野明夫の右腕に近い存在ともされ、桜大戦TV や昨日の旅などで知られる中村雄太郎さん、リアルさとトリッキーな面白さを併せ持つ作画スタイルでファンを魅了し、アニメのみならずアーティストのミュージックビデオや、テレビ番組や CM なども手掛ける多彩な森本浩二さん、逆襲のシャアのメカ作家として知られ、現在も現役で幅広い作品に携わる大森秀俊さん、ポポロクロイス物語のキャラクターデザインとして知られ、現在は森本さんの奥さんでもある福島敦子さん、劇場版から引き続きの方々だな。キャラデザを手掛けることが多く、ルパン三世テレビスペシャルの作画監督やキャラデザなどにも多く携わる平山聡さん、名探偵コナンの放送開始当初から様々な役割で携わる牟田誠二さん、緻密なタッチの濃いキャラクターを得意とし、北斗の拳や先駆け男塾など濃密な作画で知られる斉藤博信さん、出崎監督作品で多くの原画を担当し、森本さんや福島さんに多大な影響を与えた大橋学さん、お邪魔女ドレミシリーズの独特な癖が印象的な中島忠治さん、今でもテレビアニメ中心に活躍される大ベテランの方だな。ジャイアントゴーグで安彦監督にその腕を認められ、デザインコンペからダーキペアの、テレビシリーズのキャラデザを務めることになった土木哲司さん、ハリウッドで特殊メイクや SFX の技術を学び、アニメのみならず実写業界でも活躍し、多くの肩書きを持つ和田拓也さん、キャラデザを中心に活躍した元アニメーターで、現在は漫画家として活躍される宮尾岳さん、シティハンターのキャラデザとして知られ、メカニックエフェクト作画もこなせる上村幸子さん、小玉健二さんの奥さんだな。多くの名作に携わった後京都アニメーションへ入社して、京アニが躍進するための大きな原動力となり、若手の育成にも積極的だったけど、利己的で最悪な事件の犠牲になってしまった木上義次さん、業界の宝が一人の時狂った男のせいでだったのぜ。放送開始時からそれいけアンパンマンに携わり、劇場版の監督など多くの役回りを担当される川越淳さんなど、全31話のテレビアニメだったため、ローテーションで平均くらいの人数で行われたため、劇場版レベルのクオリティとまではなかったけど、全体的にレベルが高く安定してて、動きが多くつけられたアクション性の高い作画ってのが印象的。戦いになることが多かったし、サイコガンのトリッキーな軌道なんかも印象的だったぜ。劇場版で先生がこだわってたキャラ絵に関しても、要素を踏襲しながらしっかりって感じ、デザインやディテールが若干変わりながらも、コブラって作品らしいキャラ絵だったな。美術監督にはアキラの美術監督など、多くの作品で美術監督などをした水谷俊治さんが19話まで携わり、それ以降は石垣プロダクションの設立者でもある石垣勤さんが担当、未来的な都市や自然の中の風景、異世界っぽい雰囲気もある世界観などもかなりしっかりで、宇宙からの描写も多く細かな書き込みも多かった感じしたし、
いろんな場所が舞台になったからいろんな表情があったしな。今回はメカニックデザインが設定され、超合金マジンガー Z の発案者で、超合金の生みの親として有名な村上克史さんと、大河原邦夫さんなどと並ぶメカデザイナーのレジェンド的な人だな。クレジットはなかったけど、村上さんの直弟子で、マシンロボシリーズやスーパー戦隊シリーズ、メタルヒーローシリーズにデザイナーとして関わった大石和夫さんが、商品化展開があるメカを中心に携わり、アニメといえば玩具化ってとこあるしな。名前はタートル号だけど銀河一の速さを誇るコブラの船は、フォーメーション C という変形機能を備え、まるで長い蛇のような形状に変わり、その C はコブラの頭文字から来てて、形状もまたみたい。作品に合わせて凝った仕様だな。敵味方含め様々なメカが使われたのが印象的で、変わったロボもいろいろと出てきたため、ほんとバラエティに飛んでた感じ。タートル号を作った博士が残した、地中の中を掘りながら進むモグラと呼ばれるメカや、ギルド側のモグラも変わった形で印象的だったな。コブラが地上移動にちょくちょく使う、エアーバイクも未来的でかっこよかったし、序盤はタイヤなしの浮上型だったけど、後で出てきたのはタイヤ付きで、浮上時は横向きに畳まれてるけど、タイヤを使って地上を走ることもできる仕様にもなってて、すごく印象深かったね。いろんな乗り方ができそうだったな。音楽は劇場版から変わり、多くのアーティストの演奏参加するスタジオミュージシャンとしても活動し、映画やドラマの劇伴の作曲家としても著名で、アニメにも多く関わり、超時空要塞マクロスの音楽などでも有名な羽田健太郎さんが関わり、日本アカデミー賞優秀音楽賞も受賞してる人だな。音楽面は劇場版からかなりグレードが上がったといった印象で、有名な曲からの引用や、過去に手掛けた楽曲からの引用などもありながら、ストーリーに深みを与えてた感じ。そうなんだな。主題歌にはルパン三世シリーズの作曲家としても著名な大野雄二さんが作曲として携わり、ペドロ&カプリシャスの元メンバーで宝塚歌劇団にも所属してたこともある前野陽子さんが歌う主題歌は非常に秀逸で、オープニングのコブラはハードボイルドさもある作品の雰囲気を表すかのような雰囲気のある曲が耳に残ったし、だからのうない再生するとなんかルパンの曲に誘導されたりしたんだな。エンディングのシークレットデザイアーは優しく柔らかい感じのスローテンポなジャズ風の曲調が印象的、共に今でも多くの人の心に残ってるであろう名曲。その曲だけじゃなくアニメーションの作画レベルも非常に高く、オープニングは冒頭から神作画と言えるレベルで見せる作品らしい世界観が描かれ、劇場版にも勝るとも劣らないクオリティだったな。エンディングは一見動きがなくシンプルな雰囲気はあるけど、セルガであのカードをくるくる回し絵柄を変えていく、かなり高い技術で制作されてるよ。そう言われるとそうだな。そんな劇場版から引き続きの方も多く携わり、レベルの高い制作陣により描かれる高いクオリティの作品といえ、人を選ぶとこはあったけど、作品の知名度を上げ高い人気を誇ったともいえ、コブラといえば野沢那智さんって印象付けたしな。劇場版や30周年記念の OVA やテレビシリーズはあるものの、このシリーズが最も完成度が高いとも呼び声が高いほど、確かにほぼ原作に忠実で見せる演出も多くて、アクション性の高さなど安定感があったし、全体的に綺麗にまとまりクオリティも高かったしな。もともとは日本とイタリアの合作で進められてて、イタリアで放送予定だったけど、制作途中でそれが白紙になったため、日本単独でこのスペースコブラが制作され、日本での放送が決まったという経緯もあったみたい。そんなこともあったんだな。先生は惜しまれながら奇跡に入られてしまったけど、海外人気も非常に高く、フランス人監督がハリウッドで実写化する企画も出て、まあ膨大な制作費などで動きはないけど、映画化されても面白そうな作品だし、いつか実写版も出そうな気もする作品だね。スケールも大きくて世界観も面白いし、キャラも立ってる作品でもあるしな。いやー、アニメって本当に面白いもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。